それはどんな願いでも叶う不思議な玉。願いは叶えてやった。ではさらばだ。その願いが二人の少年をとんでもない冒険へと導く。これはドラゴンボールと君の物語。二人が飛ばされたのは空に浮かぶ摩訶不思議な島々。そこは時間も空間も全てが融合したヘンテコなドラゴンワールド。主人公は君だ。そして君と一緒に迷い込んだ少年ピニッジ。ライバルとなる彼との約束が物語をさらに熱くする。さあ、分身となる君のアバターを自分好みにカスタマイズし、冒険の準備を整えよう。ドラゴンボール初の育成収集型 RPG がついに始動。おなじみの場所を駆け巡り、縦横無尽に冒険開始だ。目的はあちこちにいる挑戦士たちに出会い仲間にすること。そこだ。かかってこいよ。各地で挑戦士を見つけたらバトル開始。白熱のバトルは最大5人のチーム戦。ここぞというタイミングで全開アタックを仕掛けよう。チームの力で圧倒し、挑戦士たちをどんどん仲間に誘い込もう。バトルに勝つには相手の位置を見極めることが大事だ。最も効果的なポジションから必殺技で相手をまとめて吹き飛ばそう。これがコマンドとアクションを融合した新感覚 RPG バトルだ。集めた戦士は拠点で確認。さまざまな機能がこの拠点に搭載されているぞ。他にもドラゴンボールの歴史探しが重要な鍵に。思わぬ発見が新たな戦士を生み出すヒントになることも。すごいね。そしてなんと集めた仲間をさらに強くすることが可能。相性の合う2人を選んだらエクスフュージョンシステムを起動。フュージョン！新たな挑戦士が誕生する。見てみたい組み合わせや思いがけない組み合わせまで。何？彼女までフュージョン戦士に。登場キャラはドラゴンボールからドラゴンボールスーパーまで。ゲームオリジナルも加え超ボリューム。通信機能を利用すれば街ですれ違った相手の挑戦士ともフュージョンが可能。フュージョン！さあ、限界を超えたフュージョン戦士たちを君の手で作り出せ。いや、勝つのは俺だぜ。今、二人の願いが全時空を巻き込む壮大な戦いへ姿を変える。復讐の時は来た。俺に勝てると思うか。復讐を遂げるのか。これはいいね。行くぞ。まとめて片付けてやるか。いつまでも遊んでらんねんだ。凶悪な戦士も一堂に集結するこのデタラメな世界で、敵も味方も地球人も宇宙人も集めるだけじゃ終わらない。全てがフュージョンする新たな冒険がここに始まる。これで決める。 Nintendo 3DS 用ソフトドラゴンボールフュージョンズ、8月4日発売予定。初回封入特典はスーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人孫悟空が最初から仲間になるダウンロード番号と、ドラゴンボールヒーローズですぐに使えるバトルカードゴハンクス X。 さらにニューニンテンドー 3DS 本体とゲームソフトが一緒になった豪華パックも発売。バンダイナムコ